はやとチャンネル。こんにちは、はやとチャンネルです。こんにちは。キーソンさんです。よろしくお願いいたします。催眠釣りをしております。今日はこれからですね、春に向けて春さゆりが盛り上がってきますんで、さゆり釣りの名人のキーソンさんにですね、初心者の方でも分かるようにどんな道具を用意したらいいのかとか、仕掛けをねご紹介していただきたいと思います。はい、さゆり釣り好きですけど名人ではありません。はい、ただ単に好きなだけです。キャスティングさんの市川東店にお邪魔をさせていただいてご紹介をしていきたいと思います。で、最後にはキーソンさんのこだわりの仕掛けもちょっとご披露いただきたいなと。結構大きいね、お店でね。でかいですね。素晴らしい環境で1階から2階までびっしり釣り道具置いてあるんで楽しみですね。でかい店舗です。じゃあ早速行ってみましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ行ってみます。キャスティングさんの本社本部の方にも撮影のご許可をいただいておりますんで、店内もじっくり見させていただきたいと思います。じゃあまずは何を、キーソンさん、一番サンドイッチで大事なのは、これですよね。あ、仕掛け、ゴボウライスの、ゴボウライススーパーサイル、スーパーサイル、ここから行かなきゃいけないですよね。まず、私おすすめするとしたら、まず浦安で釣るということなんで、高須公園か総合公園ですよね。それで使うときには竿はやっぱ2号から3号の磯竿、そうすると 5.3 メートルのものを使うようになります。はい、それに合うのはだいたいこちらになりますね。これと SS ですね。この3つがおすすめになります。あ、この浮き、これ一択です。これ一択、はい、あのサヨリ釣りはこれ一択で OK です。他のものはないです、はっきり言って、釣れるものはこれだけ。必ずこれを購入してください。大きいのはいいんだろうと思って買う人が今いると思うんですけど、はい、大体4号以上の竿に合うものなんで、浦安で釣るときにはなるべく軽い竿で疲れないように釣りたいんで、なるほど、その場合にはちょっと SS の方のがよろしいかなと思います。なるほど。じゃあキーソンさん、まずは竿がないと釣りができないんで、さゆり釣り、はい、行きますか。行きましょう。はい、そうですね、この、まあ、この辺でね、めっちゃいっぱいありますね。めっちゃいっぱいありますね。で、やっぱりここで迷ってしまうと思うんですよ。なるほど。で、まず浦安の釣り場ってテトロがあるんで、はい、短い竿だと釣りにならないんで、はい、必ず5メートル以上の磯竿をピックアップするようにしてください。はい、なるほど。で、そこで選ぼうとするとやっぱこの辺のどうですかね、ブルーベイ磯、この辺の3の53、この辺最初にピックアップしていただければよろしいのかなと思いますね。ただこの辺1万円切るような金額ですので、まあ、この辺スタートアップで使う方っていうのが多いですよね。ちなみにあのキーソンさん、この3の53とか、はい、こう、まあ、これは4の53とか、これは数字はどういう意味ですか。はい、こちらの3って書いてあるものは重り負荷ですよね。で、3号の場合でだいたい5から10ぐらいが標準になっております。工房レスのさゆり浮きをあのコマ製を入れるとだいたい15ぐらいのサイズになるんですよ。15、はい、ですので必ず2号から3号ですね、合うのは。2号の竿でも十分あの工房レスの浮きは、あの扱うことができるんで、まあ2号3号チョイスしていただいてのがよろしいのかなと。そうするとどうしてもこの辺ですね、この辺でもいいと思うんですよ。石の数の3の53、重り負荷が5から10ですね。工房レスの SS のサイズ力8号ぐらいのものと見てもらっても、満杯に入れると10号になりますけど、まあ、軽く入れれば8号ぐらいです。10なのこの重量ですね。重量、やっぱ女性なんかこの 300g を超えてしまうとすごくこう釣ってて負担になってしまうので、なるべく 300g 前後のものを選んでいただければよろしいかと思います。普通の磯竿でも構いませんし、この円筒って書いてあるものですね。なるほど。円筒をチョイスしていただいても構わないと思います。はい、まあ、男性の方であれば力があるんで、はい、なるべく飛ばしたいないと思うんであれば、はい、円筒の竿をチョイスしていただけるってことでよろしいんじゃないですか、ね。はい、なるべくインターラインって書いてあるものはこれは買わない方がいいですか。はい、あとこう、行くとこの波頭の、まあ、2の53とかこの辺も十分使えるものだと思います。うん、私もこれちょっと1本持ってます。持ってる。当然高くなっていてこのメガデスですね、3の53HR、まあ、この辺なんていうのはもう上級者用になっておりますんで、まあ、金額が許す
方があればこういったものを給水していただければよろしいかと思いますね。じゃあ竿はありがとうございました、はいはい、次はリールですかね。次リールですね。選んでいただけたりするんだけど、うん、だいたいそうですね2000番から3000番程度なので、うん、まあ、こちらで置いてあるものであれば、まあ、こちらに置いてあるストラディックの 2500S とかもう 2500SH これも間違いなくマッチします、うん、最初から 手が出しづらいなという方はこの辺でも十分できるサイズかなと思いますよね。あ、クレスト、はい、安価なものであれば、あ、1万以下のものだったら3000番ぐらい調節していただいてよろしいのかなと思います、うん、でリカレスとこの辺のレブルスというのはすごくサヨリ釣りに向いてるものなので、うん、まあ、これ1万円前後ですよね。0.85、1号が 200m ぐらい巻けるようなサイズのものがよろしいのかな、うんうんうん、この辺を調節していただければよろしいと思います。当然このレブザとかっていうのはすごく丈夫なんでこの辺も素晴らしいものですよ、うんうん、やっぱりその竿も 300g 前後でリールもやっぱり 200g 前後ぐらいが嬉しいですね。なるほど。そうするとやっぱりどうしてもこの辺のものになってくる、うん、きますよね。この辺1万円とかで買えるからだいぶリーズナブルですね。2500から3000番ぐらいのやつを選びましょうと。そうですね。細かいところに行けば今度ラインですね。ラインね、はい、リールに巻くラインです。いっぱいありますね、うん、投げ用の P ライン、はい、ここからチョイスしていただきたいんで最初スタートで行くんであれば、うん、サーフファイターの 200m の1号、うん、これで行けばとおそらく力糸なしで行ける可能性があるんですよ、はいはい、うん、ですからこれは初心者の方にこちらおすすめですかね、うん、おすすめ。慣れてきたりすれば反対にこの辺の 200m 0.6 っていうのは、あ、 0.6、うん、今度細いですね。この辺もチョイスしていただければと。なるほど。ということは糸が細ければ細いほど遠くに飛ばせるということですかね。0.8 とか 0.6 を抽出していただいた場合には10m 力糸っていうのを別に竿先ラインのところにつけてほしいんですよ、うん、力糸っていうのはどうしても思いっきり投げるじゃないですか、はい、その時に最初の10m っていうのはものすごく負担がかかる。そこの部分っていうのはやっぱりガイドに引っかかったり風とかの影響で細いままのものが切れてしまうので、はい、そこだけちょっと太くしようという。あ、先っぽだけ。そうですね、10m 分だけ太いものを使いたいなと。なるほど。船に使う 10m ラインで1m1m のラインあるじゃないですか、はい、それをちょっと 10本10個分。なるほど、うん、ですので私はねこれ使わせていただいております。あ、船用の P ラインを力糸に利用してると。そうです。10m で色が変わってしかも 1m1m じゃないですか。だからこれ使ってますね。2号の 200m ですか、うんうん、なるほどなるほど、はい、じゃあ力入れてありがとうございました。で次に必要になってくるのが、はい、仕掛けですね。後方ウルダスのサヨリンのところから仕掛けの部分になる部分なんですけど、はいはい、これはどうでしょう。コンテロンの先糸ですね。そうです、先糸。この辺を注意してこの辺を使っております、うん、はい、作られてあるのがコーブラ S からも売られてますよね。そうですね、はい、うん、そちら、まあ一番最初はそっちを選んでいただけるのが一番ベターかなと思います、うんうん、サヨリンがありますよね。で、天秤をつけて天秤の、ところからここの部分ですね。こちらの部分というのは結構 YouTube とかそういった紹介されてるものがないんで多分皆さん悩んでると思うんですよ。そこ気になりますよね。大変気になると思います。でこちらも一緒に買っていただきたいんですけど、これが先糸の部分になります、うんうん、でこれを先糸につけてこちらから今度ハリスをつけていただいて、うん、餌をつけて釣るような形になりますね。なんでここが必要になるんですか。これだけだと短くて、うんうん、釣れることはないです。お、短すぎちゃってここ暴れるんで、うん、結構敏感なんで魚が、ね、魚は敏感なんで釣れません。ただこれがただ単に長ければっていう発想もあると思うんですけど、うんうんうん、そうすると今度これが細いんで、うんうん、もう絡んでしまった時にほどけなくなってしまう太いタイプ、ね、太いタイプでもので使っていただければよろしいと思います。オーボーライスは3号ってなってますね、はいはい、これが、うん、ここの部分ですね。そうですね。こっちが秋ですね。秋の、サイズ8月から、まあ、10月ぐらい
でするんであれば、うん、まあ、8月から9月の終わりぐらいまではこちらをお勧めします、うん、小さい針です ね、 そうですね、春がやっぱり魚が大きいからもう春はもう間違いなくこちらで7号、うん、4、5、6とこちらで、仕掛け作っていただければよろしいと思います。作ってみようかな。はい、じゃあこれから作ってみてください。はい、お願いします。はい、じゃあそれではキーソンさん、仕掛けの方を作っていただきたいんですけれど、ね、まずはあのオーソドックスに、はい、初心者の方でも分かるようなやつを作っていただいて、と、まあ、天秤がついてて、はい、この、スーパーサイリーですね、これがついてて、まあ、こういう形で仕掛けます、うん、まずはこちらと購入していただくものはこのスーパーサイリーと、あとこちらですね、これが先糸になります、はい、先糸95センチですね、はい、キスのハリスを使っていただければよろしいのかなと、開けます。こういう形になりますので、長さ的にはこれ一応95センチですね、95センチはこちら側がハリスを結ぶ側になります。よろしいでしょうか。こんな感じです、はい、この部分ですね、結びは、ですね、ミニノットでもクリンチノットでも、私はこれクリンチノットで4回ほど巻きます。1、2、3、4、5、でこの輪っかに通していただいて、はい、よろしいでしょうか。これでこちらに抜いていただいて、これで縛るだけで、はい、しっかり結びました。でこちらでこちら切ります。まあ一般に売ってるようなものです、はい、こちらですね。長さは45センチですね。これ45センチだと40センチぐらいになるけど、まあ、これで結んでいきます。こちらも、クリンチノットで結びます。ですね。でこれで。余計な部分を切れば OK です。こんな感じですかね。お、素晴らしい。ちょうど両方合わせて一昼ぐらいで、うん、そうですね、まず最初のスタートで捨てるのはこれぐらいでよろしいのかな、うん、でここにさゆり受けが入ってるんで、全体的な形です。なるほど。これぐらいの長さで、これでなるほど。ここに餌がつくっていうことですよね。そうですね、はい、だから籠からの距離は一広ぐらいに仕上がってくると。ね、はい、おお、息のいい砂利目。めちゃくちゃ息がいい。餌も変えます。うん。とりあえずこれでね、量的には 10g ですね。はい。基本的なのこんな感じですよね。これをまず頭からこう通しますよね。このぐらいでも抜きます。でこれを上までね、こき上げますね。でこういう状態になるんじゃないですか。で長さ的にはこんなもんです。こんな感じです。こんな感じです。でこれもっと長くなるんで、このぐらいになるんで、投げる、1回投げると、で1回目は伸びるっていうことですね。そう、伸びるです。こんな感じですね。このぐらいです。でこっちは反対にこの中に入れちゃうんです。自分は細かくして、これは使わないんですね。これは使わない。これはこのコマセカゴの中に入れちゃう。これはね、抜けちゃうんで、どうしてもこれ頭の部分で、そうそうなんですよ。角川さんはちぎったやつも再利用するんですか。そのまんま置いといたり、うん、その中に入れるとやっぱ他のが傷んじゃうんで、うん、違うところに、うん、すぐ変えたりしますね。日本針の時に使う。マセですね。こちらですね。うん、サポの一般的に使う、はい。このサイズの時、この辺で切っちゃうと使いづらくなりますので、うん、一番この辺、この部分。あ、メモリが書いてある、ね。メモリですね。メモリがこの部分ですね。うん、結構たっぷりめに、まあ、入れますけど、まあ、今日はこのぐらいで、これたっぷり入ったと思ってください。うん、これぐらい。こんなに開けちゃうといっぱい出ちゃうんで、うん、このぐらいでいいです。あ、こんぐらいでいいんだ。全然頑張らないです。
で、まあそんな難しくないんで釣りやってて、ね、今こんな感じですよね、うん、その前にこれ入れなきゃいけない。これ先に通しちゃって、これは何ですか？これ当たり受けですね。この白いものは何ですか？これはこれあの綿棒のプラジクです。ちょっと輪っかが出るぐらい、ね、先に通しといた綿棒の軸を八、ね、の字結びのところに入れると、はい、でまあこのぐらい残そうな形でいいですか、ね、今これ使ってますね、うん、プロロの 0.8 これも一ひろ、はい、頭入れてこれスーパーキスの7号大丈夫ですか？はい、こんな感じですね。ちょっと一人以上長いですけど、まあこれぐらい長くて大丈夫です、はい、結構針先弱くなるんですよ、ね、常に投げたとか確認してちょっとなまってるようにしたらこう、はい、切っちゃってまたどん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 強いんできる、はい、ちょっと長めに取っております、はい、ちょっと後ろやっぱりサヨリ釣りって針がどんどんダメになっていきますもんね。なまっちゃってね、うん、大したんですよ、ね、あ収まりましたね、はい、伝説のサヨリ釣り師ですから、はい、シェイクハンドつのこさんもシェイクハンド、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 じゃあ僕もシェイクハンド、ありがとうございます。では釣り場で。